おはよう。今日も髪の毛はボサボサだけど、おはよう。こうやって横画面にしようと思ったら押しちゃいました。ごじった。ごじりました。ネタ買うか置いといて。置いてみて、まずは置いてみてみよう。寝ましたから。咳ね、出ちゃうんですよね。乾燥してるからかな。雨が止んだのかな、だからっぽい。なんか湿度が高くなった。湿度が何、どっち、低い、湿度がマシになったからっていうことだと思ったんですけど、違いますかね。なんか前髪がいつもキモい。いつもキモいんですよね、私の前髪って。おはー。多分乾燥っていうか洗濯物ね、お風呂場だから乾燥じゃなくて、乾燥で乾かしてないんだよね、暖房で乾かしてる。明日だっけ、フェスって。もう予定がいろいろありすぎてさ、何がいつにあるかが覚えてない。最近なんかずっとなんかカレンダー、ヤフーカレンダーを私は使ってるんですけど、最近はなんかごめんね、たくさん画面揺らしちゃって。最近はヤフーカレンダーもなんか追加をする暇がないっていうか、追加を一回また今度でいいやと思ってヤフーカレンダーに追加をしなかったら一生忘れちゃう。いろんな案件が積み重なっちゃうから。ちゃんとカレンダー使います。痩せてないよ、髪乾かしたよん。すぐ乾かしましたよ、配信終わって。おはよう。今日も会社も、ありがとう、明後日も可愛いよ。明日どうなんですか天気。てるてる坊主作りますよ、今日作ります。なんか束になる、長いから仕方ないよね。なんかレナはなんか前髪を切っても切らなくてもなんか伸びるのが早いから、なんかあんまり迷わないことにしようって思った。なんかちょっと前に前髪切った時にめっちゃ迷って切ったじゃん、なんかどうしようみたいな。え、ちょ、前髪キモ。いいじゃんいいじゃん、いい感じいい感じ。死んだ、多分みんなわかんない。違うわかんないよね、ちょっとあんまりだな。でもうん、今日ね、昨日だ、昨日ね、起きた時に顔洗うじゃん、コンタクトつけるじゃん、ここがねなんかねアレルギー出てて、ここだけめっちゃ赤くなっててさ、なんか北海道にいる少年みたいな顔になってたの。これ初見さんに言う話じゃないんだけど、お肌ツルツルやんって言われたから言っちゃったんですけど、そう、メールに書こうと思って忘れちゃって。そう、顔見てら、鏡見たらここだけ霜焼けみたいに、なんかめっちゃ赤く
なってて、でももう今は治ったけど、ちょうどここだけ丸く真っ赤っかになってて、薬塗ろうかと思ったけど、逆になんか荒れたら嫌やなと思って塗らんかった塗るのやめました。あ、魔法の水ありがとう。言うの忘れてた。魔法の水、魔法の水くれたよね。ナイス、魔法の水ありがとうレナのお気に入りの魔法の水。僕は初見じゃないです。ストレス、いや違うと思う。普通になんかアレルギーかな、なんかわかんない。肌がね弱いんですよ私。すぐにアレルギー肌に出ちゃうから。そう、ワンくしゃみ、ワンでした今日は。お肌、肌っていうか目とか、目とかすぐ荒れる。ほっぺと、ほっぺの上らへんとか、目とか、まぶたか、目っていうかまぶた。最初からずっといる。え、やばい。いや、雨じゃなくてもやばい。晴れてても辛いよ、それは。こんがりになっちゃうよ。焦げれなになっちゃう。目に入るな、前髪。ちょっと前は入んなかったんだけど。伸びてる証拠ですね気がかいね。待って、今日も可愛いねコメあった気がするなんかコメントが、待って、なんかコメントめっちゃくちゃなんかあれだな。レナ見てない、レナ見てないっていうか勝手に飛ばされてる。なんでだ。お、めっちゃ飛ばされたな今。バグってるな。ちょっと待ってね、一旦戻ってみるわ。なんか見てないコメントとかたくさんあるなーって思って、読んでないなーって思ってて、そしたらなんかめっちゃ上に行ってた。深いね。今のところ雨。どんぐらいの雨なんだろうね。え、雨なの、最悪じゃんマジで言ってる。はい、ごめん、ピント合わなくなった。嘘、痩せてないよ全然。朝早くに歩くとき絶対なんて話し。え、嘘、嬉しい。歩いてんの偉いね。最高、天才じゃん歩くとか。雨降ってなくてよかったね。楽しそうですね。ねーちゃん、やっほー。ふこちゃん、え、何がおはよう、北海道と、え、北海道の話したっけ、なんか北海道の話したっけ。コメントが前すぎて、あ、北海道の少年かこれなんか、あのほっぺたが赤くなるじゃん、寒い時に走ったら。そういう話でしたね、確か。ね、レナもね、最近治ってきたよ。やっとだよね、2週間ぐらい経ったけど。腕のやつ？何それ。今日も忙しいでございます、私は。フェスの前日なんでね。なんて言っても。今日はね、フェスフェスだって弱っ。フェスのね前日ですので、ね、忙しくさせていただきますよ。はい、え、マジずっと小切れのだった。中3の時とか体育祭の時とか夏は絶対焦げてた雨降ったらこけちゃいそうなんだけど、笑ってね、こけたらみんな笑ってね、こけちゃったらどうしよう。うんうん。なんかね、あのコメントを指でこうやってね、こうゆっくりこうやってやってるじゃん。たまになんかどっか画面を
ポンって押したら上にフィュンっていっちゃう時があるんですよ。みんなも配信してください。そしたら私の気持ちがわかります。てるてる坊主作ろうね、マジで。暑い？こちらどこなの？怪我しちゃうよね。まあ衣装も可愛いですよ。可愛いです。ん？なんだっけ？ああ。え、絶対やばいんだけど。やばいよね、絶対。こっそりってなんだよ。おはよう。コケレナになっちゃう。雨だったら焦げないから。コケレナですね。コケるだけだから。晴れてたらコケレナ。どっちもやだな。どっちにしろ。焦げるかコケるか。どっち選ぼう。焦げはまだ対策できるから。コケレナかな。北海道はね、もう梅雨明けたらしいよね。でもあったかいんじゃないの、逆に。梅雨明けてもう寒くなってくるのかも。何、最近目が離れてきたねって。何、離れてないから。アンチだよそういうの。レナ以外にやっちゃダメだよ、そういうこと。言っちゃダメだよ。レナは何にも気にしないけどね。うんうん、定規でまだ測ってない。おはよう。爪痕残してきてに期待してる。みんながいるだけで十分だから。みんながいるだけで十分だからいいんだよ。ねえブラック頑張ってね、お仕事。お互い頑張ろう。本当にメールの返信もありがとね、ブラックなのにいつもしてくれて。ちょ、測る今定規で、測る今定規で。切れてないし。全然レナー気にしてないけどねとか言ってさ、裏でさ毎日定規で測ってたらどうする。ノートとかにメモってたら、今日の右の目と左目の間の長さは何センチ。めっちゃ気にしいだったらどうするんだよレナが。ねえレナは全然気にしないけどとか言ってるけど、どうすんのそうなったら。それもそれでおもろいけど。だから切れてんじゃない、だから切れてる。裏で記録してるから切れてるんで。気にしてないけどとか言って。気にしてないけどねとか言ってんのに。めっちゃおもろくない。目の距離ノート。それな、記録してんだ、やばい。いやしてないけど。めっちゃおもろい。自分で測れるよ。鏡見たら測れそうじゃない？え、なんか測れるよみたいに言って、測ってる人みたいじゃん。測ってないけど。必死に言うことによって余計なんかねリアル感出る。しないと思われるでしょ、案外やってるかもしんないよ。案外ね、ヤフーカレンダーにあるかも。何センチでした。怪我していいよ。真顔いいよでした。そう、なんかあのハワイがさ、何十年後か何百年後か何千年後かにさ、日本と近づく、日本の隣に来るみたいなを社会の先生が言ってたの、前に授業で。前にって言っても小学校とか中学校なんだけど、なんかいつかハワイ旅行に行かなくてもハワイに行ける日がやってきますみたいな言ってて、何言ってんのって思ったんですけど、それと一緒ですね。毎日ちょっとずつ日本とハワイの島のね間がちょっとずつね動いているっていう話はやめましょう。
闇のノートやばい。デスノートやん。デスノート見よう。また見たことあるんですけど、実写はアニメ見たことなくて、実写は結構あの2人か3人ぐらいさ主演変わったやん、俳優さんみんな。それは全部見たんですけど、アニメだけ見てなくて、アニメの方がいいよな絶対、アニメ見ようと思って、そっから5年ぐらい見れてない。多分いつ見たっけな最後。きしめん食べた、ケータリングで食べたのが最初で最後。最後はまだ分かりませんけど、え何億年なん。そうなんや。ヤフーカレンダー使いやすいけど、紙の人もいるよね、書いた方が忘れないって。だから紙でもいいと思うよ。何十年は言い過ぎだった、何億年らしいよ、何十年じゃないらしい。そう、何言ってんのって感じ。ハワイが近づくのか、レナラが近づく、レナラとか言って何億年後生きてるつもりなんやけど自分。ハワイが近づくんだよね多分。日本は、まあ、日本も動いてんのかな、わかんないけどね。そう、目がそうやって近づく、ハワイみたいに。そう、漫画見てないんだよね。そう、漫画はマジ見たことないんだよ、どの作品も。おはぁ。iPad も iPhone も同じじゃない、使いこなせそうじゃない。怪獣8号最新話まで見てるよ。11だっけ、確か11話だよね、10話か11話。え、名古屋駅のホームにあるきしめん、めっちゃいい匂いするよねあそこ。めっちゃいい匂いして、なんかレナは兵庫から通ってた時に、なんか夜とかさ、まあ、終電近くの新幹線で帰るわけじゃないですか。その時にマジでお腹減ってんの、お腹減ってて、でなんか兵庫に帰ってから夜ご飯だったから、だからなんかめっちゃお腹減ってて、めっちゃいい匂いするじゃんきしめん。しかもなんか冬とか経験したじゃん、その通ってる時に冬を経験したから、えマジでお腹減ったし寒いし、きしめん食べたい、いい匂い。えきしめんその時何か知らなかった、きしめんって何か知らなくて、うどんまんみたいな感じなんだろうなって思ってて、ケータリングとかまだ食べる前だったから、ケータリングで食べて前だったから、でも一人で入れないじゃんあんなの、一人だし、誰かといたらいいけどさ、なんか高校生のさ子がきしめん一人で食べるの恥ずかしいじゃん。だからなんかめっちゃ我慢して食べたいんですよ、できれば食べたいよ、できれば食べたいんだけど、そうなんか、そう悲しいよね、きしめんの前をなんか、あきしめん食べたいなみたいな。えいんの、必要なのか、一人いるらしいよ。違うよ、なんか一人でみんな入ってるじゃん、スーツの仕事帰りの人とか、普通に一人なんだけど、そうなんていうの、なんか高校生のさ女の子がさ、恥ずかしくない、なんか恥ずかしくない、恥ずかしいんだけど、気になるよ絶対、恥ずかしいって。恥ずかしいよそんなの絶対に。しかもさ、なんか名古屋駅ってさ、きしめん食べたいの可愛いでしょ、ずっときしめん食べたくて、でも毎日通ってるから毎日食べたいの。毎日食べたい思いをそうしてたんですよ。えマジで、でもね一回本当に迷ったことあって、なんか外にさ券売機みたいなのあるじゃん。でもねなんかねめっちゃ並んでた記憶があるわ、確か土曜日か日曜日かなんかわかんないけど。めっちゃ並んでた。いやマジでね、本当にめっちゃいい匂いだよね。でしょ、こんな美少女がねきしめん一人で食べてたら驚くでしょ。きしめん食べる箸も止まるっつうやつだよね。
在来線ってことは電車？え、電車のホームにさなんか食べるとこあんの？新幹線だけだと思ってた。きしめん決めるやめろ。つい、きしめん連れて行ってねえ。マジでさ毎日食べたくてきしめん。そうだけどケータリングでしか食べたことない。そうなんだよね。しかも1回だけ。そのケータリング以降他のお店、プライベートで他のお店とかにも行ったことないし、コンビニとかにもあるよね、コンビニとかのきしめんも食べたことない。気にしちゃうのそういうの。なんか一人だったら嫌だなみたいな。そう嫌なんですよ。いやいやスタッフ、なんでスタバときしめん一緒なの？絶対違うからそれは。そうめっちゃ混むじゃん。髪かき上げて食わねえわ。逆にもうきしめん愛してますみたいな感じで食べればいいのか。足止まるまでではない。足止まるまでではなかったらしいわ。明日頑張って、ありがとう。そうお店で食べるのがいいんだよ。そうなんです、それですよ、それそれ、お店で食べるのがいいじゃん。それなのそれなの。そうその時はさまだ JK だから、そう この話なんかしたな、前にもなんかしたね。何の話だっけ、どこだっけ、なんかラーメン屋さんだっけ、前もなんかしたんだよね。高校生だったしその時だからさ、なんか自称っていうか、まあ、普通に高校生だから、いや私高校生の女の子だしみたいな。あるじゃん、学生だしみたいな、一人でキシメンかみたいな、あるじゃんそういうの。スガキはもうこっちに来て一回も食べてないんだよね。そう美味しいよね、食べたいんですよ。立ち食いなのか、なんかせかされそう。俺の食べんの遅いんよ、食べんの遅いから、早く食べるよみたいな、俺は仕事で疲れてんだみたいな、早くきしめん食わせろみたいな。人いるかもしれないじゃん。そうだからさちょっと怖いなと思って。え、運ばれてくんのってことは揚げたてなの、新幹線の人も。めっちゃいいね、めっちゃいいじゃん。いやスタバ行く方が緊張すんの？いや絶対立ち食いきしめんの方が緊張するでしょ。あ、僕も明日出演してくれんの？いいじゃん。何の曲、何の曲やるか知ってんの？3分やばい、食べてないじゃん、大食いじゃんそれ。飲んでるってやつよね。みんな食べんのに夢中なの？いやわかんないよ、わかんない、そんなわかんないよ。きしめんを食べてる人を観察する人が好きかもしれないじゃん。わ、あの人きしめんを2本食べたが1本食いなんだみたいな。いるかもしれないでしょ。わ、飲むように食べてるとかさ、それ見られてる恥ずかしいじゃん。わ、あの子高校生の一人だみたいな、食べんの遅いみたいな、見られたら恥ずかしいから、これからは誰かを連れてね行きたいと思います。いやあそこのきしめん1回は絶対行くね。一回誰かと言ったら報告するようにするわ。今なら大人だけど大学生だから、学生だからねまだ。あ、代わりに食べてきて。食べて食べて。調査何。まあね高校卒業して数ヶ月だからね。でも新幹線多いよね、そうそういうなんかそばとか食べるやつあるの。めっちゃいい匂いするもん、本当に本当に。おはようですます。女子校あったしね、そうそうそう。冷やしきしめんとかあるんだ、あったかいやつだけだと思った。そうなんだ、男の人前提なんや。世界で人口で言ったら男の人の方が多いらしいよ。そう男の人が多いらしい。なんか言ったんだよねこれ、みんなにちょっと前に、なんかラーメン屋さんに入ろうかなんか迷ってみたいな、一人だからみたいな。ラーメン屋さんだっけ、ちょっと忘れた。きしめんだから一回しか食べたことないんだよね。
確か1回だったな。そんな人いないか。確かに特に新幹線とか遅らせれないもん。あったかいやつ暑いんだじゃあ3分とか絶対無理でしょ。死ぬ。おもろいね。暑いのか確かに一人がやだ。なんかなんかご飯とかはなんか食べるときに一人がやだ。別に一人で行動したくないんじゃなくて、楽しく食べたい誰かと。美味しいものをさ一人でさ無で食べるのってめっちゃ悲しくない？わかんないんだよ。わかんない。そう思うのレナだけかな。一人でご飯とかめっちゃ嫌なんだよね。だから家で一人暮らしじゃん。だけど家でご飯食べるときとかもお母さんと話しながらとか食べてる。だから嫌じゃないそれ後ろ立たれて待たれる。やばいね。え、一人ずつ仕切ってあんの？え、そうなんだ。めっちゃいい。名古屋のきしめん絶対食べるわ。じゃあ、あ、冷やし中華美味しいよね。でもなんか名古屋は冷やし中華にマヨネーズを入れるんだって。コンビニの冷やし中華もマヨネーズ付きみたいな書いてあって、わはぁ15分経ったよね絶対今日何日だ。今日220日じゃん。明後日が猫の日ですね。青春はイエイおはおはよう。え、混んでたら並んでても並びで食べれないの？あー、そういうことか。こっちとこっちみたいなね。そういうこと。え、そうなの。迷惑じゃん。話しながら食べたくないご飯って。一人で食事できない人いるねみたいに言われた。違うよ。ちょっと寂しくないっていう。一人でご飯食べることもできるよできるけどね。そう、一人なんだ一人じゃないぐらい楽しそうな分かわいそうな食べ方。きしめんがかわいそうきしころって何？知らない。くきれの案外猫舌じゃないかも。猫舌とかないらしいね。でもどうなんだろう。たこ焼きとか食べれないよね、熱くて。食べれる人いんの逆に、あれおはよう。そう、マヨネーズ基本らしいの。あのあれに限らずうん、朝ごはんなの。いいね、あったかい朝ごはん。いいね、きしめん。新幹線のきしめんは混んで立てるのに入れない。どういうこと？え、どんぶり持って外で食べるってこと？そんなの無理じゃない？かわいそすぎない？それは。あ、俺が一緒に行ってくれんの？きしめん15杯売れ食べよう。いや、無料でフーフーしてほしいわ。ダメだよ、当たり前じゃんそんなの。何言ってるの。34万円ぐらい逆に34万でいいんだって感じえ、ぬるいのコロっていうの？どういうこと？どういうこと。これコロいねみたいな。このラーメンちょっとコロくないみたいな。
うん、このラーメンコロだね、ちょっとコロ、え、どういうこと？コロだねって言うやつ。甘口しか食べれない。カレーはおつうんうん、340万じゃあその上は間なし、34万と340万の間はなし。高額コロ、へえ、おつー、34万で結婚は熱い。熱いってなんだよ、結婚じゃないし結婚なんて言ってないから終わろ、終わります。34はオーディションの時の34、いまだに使ってる。え、なんかレナはショーミー、なんかオーディション終わって自分が34番だったことなんて本当に覚えてなくて、覚えてないっていうか34だったなみたいな、いつか忘れる数字だなとか思ってたの勝手に。そしたらみんながね、なんか結構オーディションの番号ってあれなんだよね、なんか長く使うみたいならしくて、知らないじゃんレナス、わかんなくてさ、オーディション受けてたから。でなんか最初にね、オーディション審査の時になんかニックネームつけていいじゃんみたいな、ニックネームつけなみたいな最初に言われて、でなんかニックネームみたいな、え、そ、ニックネームって何みたいな、名前言えないじゃんと思って、もうシステムが何も分かんなくて、でなんかえ何それみたいななって、そしたらなんか番号でニックネームをつけるみたいな。だからみんなからしたらオーディション番号は結構なんかあれらしいです、いろいろ考える番号らしい。レナは何も考えてなくてけどみんなのおかげで、なんかあの例えばさ温泉とか行くじゃん、靴箱とかさ、靴箱なんか小学生みたいだけど、なんかあの何なんだっけね、靴箱でいいやもう靴箱とかさあったじゃん、あの温泉とか行くとね、そういう時はなんかみんなのおかげで34とか選ぶ、340とか、みんなのおかげでね、多分みんなが34を何も気にしてなかったら私は何も気にせずに生活してると思います。面白いよねみんなってみんなって面白いよね。いや私が何も知らなさすぎて面白いって、やばいよね34番ちゃんでよくないみたいな思ってたの、34番ちゃんでいいじゃんみたいなそう思ってたんだけど近かったらしいそっかって感じでしょ。そうなの、レナもそっかって感じ。そう自分でね、オーディション中レナさーとか何回も言ってた、1日に2回ぐらい言ってた、レナさん、あーみたいなだから落ちると思ってた、レナレナって言ってたから名前言っちゃったと思って、 100% 落ちるわと思ってあ、下駄箱か、え、下駄箱、靴箱、わかんないわかんないけど、そうみんなもするでしょ、なんか劇場のさロッカーとか48？ え、なんで48？ どこの48？ え、なんかさ靴箱ってさ、なんかあの100何番とかからスタートとか多くない？3桁多いよね温泉ね、よく行くんですよよく行きますね、好きですね。そう、それを知らなくてね、おはー
ないね。レナが証明しました。名前言っても受かります。え、終わるね本当に。マジ終わりますね。終わります、終わります。48か。そういうことね。さようなら、さようなら。キレナと温泉行くには、レナが温泉出た時にコーヒー牛乳を340本用意できるなら。でもなんか私の場合はアート部に出てたから、知ってる人が案外いたからね。それの気の緩かったのはあるかもしれない。焦ったけどね。でも4月1日34万使ってね、取り合ってみんなで34万の前で喧嘩して、俺の34万だって感じで喧嘩してください、みんなで。スタッフさんに怒られてください。ありがとう。今日も頑張ろうね一日。配信ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。一生この声じゃなくない？治ってるよ、ちょっとずつ毎日治ってるよ。やればできる女なので、私は。え、340本意外と安くないでしょ。340本用意するの大変じゃん、絶対ね。え、こないだね、温泉行ったの、お母さんと温泉行ったんだけど、コーヒー牛乳を飲んでたのね。でもなんかあのお母さんは甘いものとか飲まないの。だからなんかコーヒー牛乳をあのレナがだけ飲んでて、でお母さんはなんかもう行くよみたいな感じで行ってて、レナがね爆飲みしたの、コーヒー牛乳を。そんでね、あのはいはいはい行くよみたいになって行ったら、なんかあのお母さんのとこ行ったら、えみたいな、もう飲んだの、あんたやばいねみたいな言われて、爆飲みしすぎてさ、え本当にもう飲んだの、もっと味わって飲みなさいよとか言われてさ、めっちゃ恥ずかしくなった。置いていかれると思ってめっちゃ急いで飲んだのね。そう、そしたらね怒られました。もう背中がね見えなくなるぐらいさ先に行ってたから、お母さんが、レナまだ飲んでるのにね、だから急いで飲まないとと思って思ったのにね。牛丼あんまり好きじゃないんだよね。30を覚えてお仕事頑張って、ありがとう、ありがとうね。俺のかけらなどって感じで取り合って30番狙ってください。声だいぶマシだよね。治ります。腰に手を当てて飲む隙もないよ本当に。お母さんめっちゃ怒られたの、やばくない？お母さんがさ、俺のこと置いていかれ、置いていったくせに、もっと始まって飲みなよみたいに言われてさ、えぇみたいな、めっちゃ急いで飲んだの。じゃマジ3秒で飲んだからね。そしたらめっちゃビビってた。コーヒー牛乳いける、牛乳ねダメ。そう、なんでだろうね、わかんない。でもコーヒー牛乳って牛乳の味しなくない？腰に手当てれないからいろいろ持ってるじゃん、乳液とかね、ここ髪の毛のオイルとか。だからダメなんですよ、そうできない。そう、お母さん待ってくれない。親子丼とかも食べないね、あんまり。好きだよ全然、牛丼はあんまり好きじゃないね。乾いて肉どういうこと。牛丼ね、なんかねあんま好きじゃないですね。だってコーヒー牛乳、コーヒー牛乳牛乳の味しないじゃん、だって。印鑑とかないから押せないから。そう、味わえって怒られました。めっちゃ急いで飲んだらね、
マッサージチェアは座んないよ。温泉来たら温泉入ってさ、上がったらすぐ帰るよ。え、待って、15分って書いてんじゃん今日。やばいやばい、アンチ来る。終わります。さようなら、ありがとう。今日も一日ありがとうございました。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。みんなも体調には気をつけてください。私はちょっと疲れたので寝ますね、ちょっとだけ。すまないよ。温泉入るときはギリギリに結構行くから、閉店と同時ぐらいに出るお店を。やばいやばい、またみんなに言われる。またね、ありがとう。おつー、まだ朝だけど。おやすみ、たくさん寝なよ。みんなすごいよね、レナが今から寝るって分かってさ、おやすみを送ってくるっていうね。おはようの時間なのにおやすみを送ってくる、みんなが優秀だと思います。ありがとうございました。またね、おやすみ。お、おやすみ、いいね、二度寝しちゃおう。いい一日になりそう、よかった。おやすみ、おやすみ、ありがとう。あら、これから仕事の人も結構いいですね、いますね。ありがとう、おやすみ、ありがとう、切ります。ありがとうね、バイバイ、ありがとう、バイバイ。ね、みんなに生態分かられてんのやばいね。ドラえもんと一緒に寝たいと思います。ドラえもんと寝ます。バーイ、バイバーイ。ありがとう、朝から来てくれて楽しかったよ。ありがとう。また終わんない言われる。バイバーイ、ありがとう。